どうもリッキーさん。どうも。今日はちょっと、はい、面白い記事見つけたんで、はい、一旦これからいきたいなと思います。発表します、はい、キャバ嬢から痛いおじさん認定されてしまう、やってはいけないファッション。これやってないかなと思いました。いや、やったことないね。ちょっとそういう目線ないなと思う。いい角度ですね。そうです、そうです。このチャンネル今までない。ない、はい、リッキーさん多分それ意識してないと思うので。まあね、キャバクラ行かないしね、はいはいはい、がしかし、まあ、女性目線でっていう意味で。あ、確かにね、はい、いっぱい見てるでしょうからね、男性を。そうです、そうです。見る目はあるかもしれない。人を見てる、はい。じゃあ1個目、はい、いいでしょうか。はい。でかい数珠のブレスレット。いるかもね。いません、結構こうなんだろうってい こう数珠を2個ぐらい巻いてる人。いるかもしれないけど、俺の周りにはいないけど、はいはいはい、いやーでもしないよね、はい、これなん、どういう心境なんですかね。やっぱキャバクラ来る人ってさ、それなりにお金とかあるわけでしょ、はい、だからやっぱプレッシャーもすごいさ、かかるからさ、験担ぎ的な感じで、はい、なんかそういうとこ頼っちゃうんじゃない、意外とそういう人って。なるほど。ちょっとアクセサリーを腕にジャラジャラって、そういうのありですかね、大人として。でもほとんど俺がつけないですよ。なんかキメがあるとき以外は。時計もたまにしかしないし。あ、そうなんですね、うん、まああとそうね。でもなんか大人の方ってこう時計をね、いいのを1個つけてるイメージがあるんですけど。そうだよね、な、結構そうすると締まるから、はい、本当に締めたいときはするけど、それ以外はなるべくフリーでいたいんだけど、やっぱさ、それキャラにもよるんじゃない。もう俺さ、キャラが濃い、濃いでしょ、はいはいはい、だからキャラが渋滞しちゃうから。確かに。これでアクセサリーとかし始めると。確かに。だからさらっとしたなんかおしゃれな若い子とかだったら、じゃらっとしてても俺いいと思うわけ。なるほど、なるほど。なんかその重ねてってもいいミルフィーユになると思うけど、なんかおじさんになってそれしちゃうとちょっと渋滞しちゃう、うん、本当にいろいろなものが、うん、それで一番いけないのが数珠ってことですね。その中にとりあえずみんな数珠はやめようってこと。そういうことですね。じゃあ次いきます。はい。エグザイルアツシの偽物みたいなヒゲ、これどうですか。僕もリッキーさんもヒゲ男子ですけど、そもそもさ、女子受けとしてヒゲってすごい良くない。そうですね、じゃん、はい、ない方がいいじゃん。ない方がいいって言われますね。だから特にこんなもしゃもしゃしてると、はい、あんまり好かれないんで、はい、うん、いけてないんだろうね。やっぱあれですかね、清潔感なんですかね。多分そうだと思う。だけどまあこれ最も困らない話するけど、はい、キャバ嬢に好かれて俺たちいいことないじゃんもん、はい、まあまあそうですね。特に家庭も持ってて、はいはいはい、だからそういう意味でいくとあれですよ、虫除けみたいなもんですよ、これ。なるほど。それ、網戸だったんですね。網戸。いや、網戸。さんの家での網戸だった。そう、うちの家の網戸がこれって感じ。ああ、なるほど、なるほど。次いきます。はい。白すぎる歯。まあ、インプラントってことだよね、多分ね、これね。だと思いますね。うん。いや、やりたいけどね、お金があったら。あ、そうですか。意外でした。次ですね。はい。薄毛の茶髪、ダメだそうです。まあそれは厳しいですね。厳しいな。いや、男にとって薄毛っていうのはさ、はい、もう密接な、永遠に密接にさ関連してくることじゃないですか、はいはい、だからもうこれを責めないでとは思うけどね。リッキーさん、じゃあハゲちゃったらどうファッションでカバーします。いや、分からん分からんけど、はい、で俺もあのすごいワシャワシャしてるけど、はい、おでこは結構広い方なんで、まあ上がってきますよね。だからなんて言うんだろう、そんなにこうハゲとなんていうか無縁ってわけじゃないの。無縁っぽく見えるじゃん、はいはいはい、だけど全然密接だから、はいはい、そこはもう逆に言ったらもうしょうがないよね。ただあれか、茶髪にしちゃダメってことで、チャラいハゲはキモいってことですか。あ、そっか。くるくるはいいのか聞きたいですね。わかんないですね。くるくるハゲ行ってみましょう。じゃあ聞いてみましょう。次いきます、はい、コロンをつけすぎる男です。あ、これ苦手かもしれない。僕やっちゃいますね。俺ね、すごい苦手って酔う、香りで酔っちゃうって自分の、はい、だから本当につけるとしてもちょっとつけて、はい、ほんのり香るぐらいっていうか、はい、耳の後ろと手首ぐらいで、はいはい、シュッシュとはかけないですね。あ、そうなんですね。いや、だって酔っちゃうんだもん、俺人の匂いで。加齢臭どうするんですか。いや、加齢臭は嫌な人はもう無理じゃん。だってもう、はい、おじさんだから、はい、出てるわけだから、はい、でもしょうがないですね、それは。あ、もう
無視で、うん、できればだから石鹸にはこだわりたい。なるほど。体を洗う石鹸は自分がいいなと思った香りのものを使うと、はい、なるほどですね。じゃあ次で、はい、サイズが合ってない T シャツ、どういうことだろう。やっぱこうあれじゃないですか、引き締めた体をこう見せつけたいんじゃないですか、ピタピタみたいな、あマッチョな自分を見てくれてる。そういうことか、はい、まあでも引き締まってるならいいんじゃない。ただおしゃれかおしゃれじゃないかって言ったら、はい、やっぱ筋肉とおしゃれってあんまり比例しないよね。それはないで、比例しないですね。比例した人は見たことないで、やっぱりさ、あとおしゃれとモテるもあんまり俺比例しないと思ってる。そんなに確かに必ずしも比例はしてないですね。だからそういう意味でいくと筋肉があって程よい肌見せ感がある方がモテるはモテるわけでしょ多分ね、はい、だから過度なのが良くないだけなんで、はい、まあ、ちょっと一回見直してもいいかもねサイズ感はね。なるほど。次、はい、これちょっとリッキーさん当てはまるかもしれないですけど、ダメージジーンズ、これダメだそうです。でもこれ多分、はい、いやでもこれ難しいな。イケてるダメージとイケてないダメージって絶対あると思うの。お、20代は、うん、こう自分が新品なんで古着に似合うと思うんですけど、40になってくると自分がちょっと劣化するんで、あの劣化したものは着ない方がいいと思うんですよ。古着と同年代になるからさ、はい、自然にはなるんじゃないの。うわきつくないですか。いや俺結構好きだけどな。あ本当ですか。なんかやれた感じっていうか、なんか公園兄弟の映画とかに出てくるような、はい、本当にイケてないっていうか、はい、なんかこう世の中でメインストリームでなんていうの、経済を回してる人から全くもうなんていうの、そこの人を全く気にしない、うんうん、ドロップアウト人たちした人たちのアメカジってすごい好きなんで、へー、だからなんだろう、そういう雰囲気を出すのって若者には無理な気がするんだ、はい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 、だからもう、うん、この年だからそのドロップアウトした感じも出せるんじゃないかなと思うと、はい、汚ね格好もしたいなと思っちゃったりするけどね。へー、でもそれが助手系がいいかって言ったらもう圧倒的に良くないと思うんで。確かにそうですよね。ヒゲと一緒だよね。そうですね。男子受けはいいけど、はい、女子受けは良くない。え、なんだっけ、タイトル的にはやっちゃいけないファッションなんだよね。そうです。あ、やっちゃいけないってことはないと思う俺は。本当ですか。はい、ダメージデニム痛いおじさん認定されてしまう。いややってはいけないファッションだそうです。そうなんだ、ちょっと反省します。はい、ここは次がルブタンのスニーカー、これ名指しですねちょっと。あ、これ何、スタッツがぴょん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 ついてるやつなのかな。おそらく、はい、ロゴ全開の服とかそういう類のものと一緒だと思います。あ、まあ、要はギラギラしてない方がいいってことだよね多分ね。そうですね、一般的にはおじさんが履いてると闇金牛島くんに出てくる怖い人のコスプレにしか見えないという意見が入ってます。だからやっぱり財力を見せつけないと、財力があることを悟ってもらえないような、はい、まあ、そういうおじさんにはならない方がいいってことですよね。はい、まあ、お金いくら持っててもね。はい、で持ってない人が背伸びするのもかっこ悪いし。確かにね。はい、身の丈で。そう次、はい、クラッチバッグ。クラッチバッグか。でも多分これってちょっとキャバ嬢側もはい、なんかこう一つフィルターとしてクラッチバッグダサいみたいなのがあると思うんだよね。ああ10年ちょっとぐらい前流行ってました。流行ってたじゃん。だから別にクラッチバッグが悪いわけじゃなくて、やっぱ全部だよね。ルブタンが悪いわけでもない、クラッチバッグが悪いわけでもないダメージデニムが悪いわけでもなくて、その取り入れ方だと思うんだけどな。そうですね、集金バッグに見えてしまうと意見が入ってます。ああ、だからそれはな、そういう人が持つからで、うん、いやでもまあ持たない方がいいんだろうね、もうおじさんは。なるべくね、ちょっとそうですね、はい、なるべく避けましょう。次います。はい、ベルトのバックルがうるさくすぎる人だぞ。ああ、だから結局これも一緒だよね。はい、LV とかになっちゃってるわけですね。そうですそうです。見せびらかす行為が良くないってことよね。そうですね。だからやっぱり大人になったんだから、はい、一歩控えめに。なるほど。これ以上。え、もう終わり。はい。なんか気になるのありましたか。いや、とりあえず、はい、当てはまってるのはダメージデニムぐらいなんじゃないですか。ヒゲも。あ、ヒゲか。でも淳の
偽物アツシさん、アツシで合ってる？アツシさん、どうでもせん。エグザイルさん、アツシさんの。アツシさんの偽物ではないじゃないですか。確かに。個性的な方ですよね。伊藤博文の偽物じゃないですか、これは。そっち系ですよね。ですよね。偉人の偽物系じゃないですか。文化人系の。ソクラテスとか。はい。だそういう意味でいくと当てはまってないんじゃないですか。なるほど。ダメージデニムぐらいじゃないですか。なるほど。言ってることは分かるじゃん、全部。はいはい。あ、だよね、とは思うけど。はいはい、でもやっぱ人によるし、取り扱い方だよね、それは。でも分かったことは、はい、まず自分がおじさんであることを認識するってとこ始めなきゃいけないでしょうね。はいはいはい、はい、クラッチバッグなんかはいかにもおじさんだし、はい、だからおじさんが持つならより注意しなさいよって話だし、はいはいはい、ダメージデニムはもうおじさんなんだから、はい、もうそんなの履かないでみたいな、はいはい、いう部分を加味して、うん、ダメージデニムを履かなきゃいけない。なるほど、はい、ある程度余裕があるという前提でみんな見てるんだから、それを下手に誇示するようなファッションは痛く見えますよ、はいはい、なるほど、みたいな。なるほど。おじさんであることをベースにファッションを考えないと痛く見えちゃうんだな、はい、なるほど、勉強になりました。まあ俺もだから相当見える可能性のあるところをギリギリいってるわ、いろいろギリギリ攻めてます。ダメージデニムを履くし、はい、若者が好きなものもやっぱり気になっちゃうからすぐやっぱ取り入れがちなんだ俺の場合は。はいはいはい、いやちょっとどう見えてるのかはね、気になるし、気になるけど気にしない俺もかっこいいと思っちゃうし、そうなるとどんどんおじさんになってっちゃうかもしれないし、痛いおじさんに近づきますね。そしてこのなんというかせめぎ合い、この答えの出ないこの行ったり来たりを楽しんでるんですか。これを繰り返すのがまあファッションということで、はい、まあ、ただ痛いおじさんにはなりたくないので。なるほど。改めて自分がおじさんだっていうことは意識して、はい、なるほど。じゃあちょっと怪しいなって思った時はぜひキャバクラ行って試してみて。行かないけどそのために行けばいいってことですね。はい、そうです。じゃあ行ってみたいと思います、はい、じゃあまた。じゃあまた。餃子食べるなら胡椒とお酢でしょ。いいねボタンはお酢でしょ。チャンネル登録ボタンはお酢でしょ。じゃあまた。じゃあまた。